ダルマン石上です。このね、TOT というレースは70年代80年代の、鉄フレームのオートバイで、そうですね、あの当時の AMA のスーパーバイクを、ね、イメージしたようなあのヴィンテージバイクのレースになります。僕もね、もう30何年レースを楽しんでますが、このレースに出てもう15年以上。僕はあのモンスターというクラスで、ベース車が、Z1 になります。川崎の Z1 ですね。現在の排気量は 1105cc、馬力的には120馬力あるかないかぐらいですね。で、周りはもっとね、もう130馬力オーバー 1200cc なんていう車両が多いので、ちょっと非力な部類になりますが、楽しんで走ってます。ね、僕はあの83年からあのここの筑波でレース始めまして、86年鈴鹿の4時間耐久レースですとか、全日本のジュニア、いろいろずっとやってきましたが、4時間は、ね、1回ポールポジション取ったことありますね、フェアライダーのタイムで。ヘルメットリムーバーっていうの今被んなきゃいけないです。給食のおばさんみたいな。OK です。ダルマってそんな昔の名前使ってないですよ。ちなみに23歳ぐらいですか。はい、そうですね、プラスなんぼかな、5歳ぐらい、30ぐらいかな。まあマルチ仲間で頑張りましょう。これ今日できちゃったっていうんで、ちょっと元に戻します。他のライバル車に比べて排気量が少なくて、あのトルクもパワー感も低いマシンなんで、まあ、そこをちょっとあの上を狙って大きいのにしてみたんだけど、まあ、実際はあの今まで使ったやつの方がいいかなっていう。この大会の、平均年齢がね、もう50歳過ぎてます。僕のクラスもね、もう47、8歳、僕はもう今58になりましたけど、12年間最年長で頑張ってます。モンスター以外には、80年代の、2ストロークから、アルミフレームの750まで走れるクラス、それからもう改造無制限のクラスといろいろありますが、みんなあの基本は鉄フレームというくくりでやってるレースです。川島エンジンのオーダーだ。
の好きなバイクで、出れるっていうところがやっぱり楽しみなんじゃないですかね。200になってるのかな。で、まあ、あの車数はマーク2ですね。それまでちょっと他のことやってたんで、でバイクに来たんで。昔やってたの？あの車の方でやってたんで。車でやってたんで。転ばないように頑張ります。